日本代表の選手たちはいつも懸命な姿や高みなテクニックでサポーターを盛り上げてくれます。時にはプレーだけではなくインタビューやコメントでも話題を提供してくれるエンターテイナーたちです。そこで今回は日本代表選手の試合後の面白コメントを紹介していきます。たまたまの発言が注目を浴びたり、ふとした発言が流行語にすらなりかけたり、様々なパターンがあります。最後まで楽しんでいってください。1998年フランスワールドカップのグループステージ第3戦、共にワールドカップ初出場の日本代表とジャマイカ代表の試合でした。両チームともにアルゼンチン代表とクロアチア代表に連敗し、グループステージ敗退が決定していた消化試合でしたが、互いに何とか爪痕を残そうと意気込む両チーム。ワールドカップ初勝ち点、初ゴールが欲しい日本代表は2点ビハインドの後半29分、ゴン中山が日本代表史上ワールドカップで初めてとなるゴールを挙げます。その後も初勝ち点を狙ってさらなる得点を狙う侍たちでしたが、ディフェンダーとの交錯でゴンが負傷。激痛に耐えながら大舞台でのプレーにアドレナリン出まくりで試合終了までプレーします。試合後も痛みが引かなかったためシャワーだけ浴びて病院に直行。偉業を成し遂げたスーパースターへのインタビューはお預けでした。病院で検査をした結果、なんと右足腓骨の亀裂骨折が発覚。骨が折れたままワールドカップの舞台でプレーを続けていたのです。試合後のインタビューをまともに受けられなかったスターは、後日インタビューで次のようなコメントを残しています。僕が感じたことは、骨折をしても走れるんだということと、骨折してまで走ってはいけないということですね。良い子は真似をしないように。良い子も何もそんなことができる変態はあなただけです。さすが魂のストライカーですね。2004年、日本代表とチェコ代表の親善試合、日本代表の強化の一環でチェコの首都プラハに乗り込んで行われました。この頃のチェコは世界でも指折りの強豪で、ゴールキーパーのチェフ、バロンドーラーのネドベド、若かりし頃のロシツキーら世界的大スターがスタメンに名を連ねていました。ちなみにロシツキーは後に AKB48 の前田敦子にそっくりということで、日本でちょっと有名になります。そんな神セブン、もとい神イレブンたちを相手に激闘を繰り広げた日本代表。ドラゴン久保のゴールを守りきり、欧州の強豪相手に1対0で勝利を収めます。もちろん試合後のインタビューに呼ばれたのはドラゴン。この試合のヒーローは淡々と次のように語りました。ゴールの感想を聞かれて、嬉しかったです。もう少し深掘りしたいインタビュアーが再度ゴールについて振ると、嬉しかったです。強豪チェコのディフェンス相手の得点は自信になったのでは。勝てたから良かったです。今日の自分のプレーをどのように評価しますか。勝てたから良かったです。終わりです。なんと2つのセリフだけでインタビューを切り抜けるという前代未聞の荒技。科目を通り越して、もはやコミュ障なのかと思うぐらい見ているとじわじわきます。ドラゴン久保は他にも日本代表に選出された感想を聞かれて、俺町内会の集会に出ないとと回答したり、試合を見に来てくれた子供たちに一言と言われて、勉強頑張ってくださいと答えるなど、ド天然が過ぎる珍回答が盛りだくさんです。他にもドラゴン久保の珍回答や珍エピソードで印象的なものがあればコメント欄で教えてください。2006年ドイツワールドカップのグループステージ第2戦のクロアチア戦、初戦でオーストラリア相手にまさかの逆転負けを喫し、何としても白星が欲しかった日本代表。前半には日本史上最高の守護神川口義和が PK を止めるなど、悪くない流れで後半を迎えた直後、事件は起こりました。右サイドを見事なワンツーで抜け出したサイドバックの梶明、ゴールキーパーとディフェンダーの目線を釘付けにした状態でグラウンダーのクロスを上げ、ボールは無人のゴールの目の前にドフリーで一度っていた柳沢の元へ。触るだけで1点というこの状況に誰もがゴールを確信しましたが、まさかのミスキックでボールはゴール枠外へ。1点もののシーンを完全に無駄にしてしまいました。そのまま試合は動くことなく、スコアレスドローで試合終了。完全に先般柳沢の流れでしたが、試合後のインタビューでそれを加速させる伝説の名言が。急にボールが来たので、ゴール前に詰めていながら急にもクソもないでしょう。この発言も含めて柳沢はサポーターたちからフルボッコ。ネットでは完全におもちゃにされ、 QBK という略語で現在に至るまでいじられ続けることとなったのです。ちなみにそんなクロアチア代表と再び相まみえたのは、記憶にも新しい2022年カタールワールドカップ。俺らが BPFA 大自然が
柳沢よりもよっぽど急に来たボールをしっかりとゴールに押し込み、見事な先制点を挙げています。16年間の QBK の呪いを無事に断ち切った瞬間となりました。2018年のロシアワールドカップでベルギーに惜しくも逆転負けを喫し、ベスト16に終わった日本代表を、あと一歩で初のベスト8というところまで上り詰めながら、その一歩の大きさを痛感させられた大会となりました。その大会でスーパーサブ起用ながら3大会連続でゴールとアシストを記録するという偉業を成し遂げたのがプロフェッショナル圭介本田です。彼は自身にとって最後となるワールドカップを終えた直後の感想を聞かれ、こう答えています。まあ今はすごく、なんと言うんですかね、清々しいというか、一瞬ハテナがつく回答ですが、すがすがしいの読み間違いでしょう。これを受けてネットでは、新たな本田語録誕生、世界の本田がそう言うんだからこれが正しい、などのコメントが上がり話題になりました。本人もツイッターで、お恥ずかしい、漢字が苦手で、でももう覚えました、とコメント。長らく日本を引っ張ってきた大スターのお茶目な一面です。余談ですが、この間違いが起きた当時、これをネタにしていいのかどうか頭を悩ませていたのは、圭介本田のモノマネ芸人で有名な純一ダビッドソン。そんな心配もつかの間、本田と純一ダビッドソンが2人揃って出演したイベントで、開口一番、とても清々しい気分です、と自虐ネタで人笑いをかっさらった圭介本田。これを見て、あ、これいじってええんや、と思った純一ダビッドソンは、以後ネタにも取り入れていくようになったとか。プロフェッショナルは懐もでっかいですね。2021年東京五輪のグループステージ第3戦のフランス戦、この試合で3試合連続となる先制点を挙げ、 U24 日本代表の圧勝に貢献したのは久保建英。試合後のインタビューでマイクを向けられると、まず初めにこの一言、上半身だけでいいですか、すいません、下半身はスポンサー的にまずいので。日本代表や久保が個人で契約しているメーカーはアディダスですが、うっかり私物の他メーカーのパンツや靴を履いてきてしまったのでしょうか。とっさのことにもしっかり配慮を欠かさない久保くんさん、すごすぎます。さらに吉田麻也からの絶対足映んないよというツッコミに対して、いやスタイルいいからさ、とジョークで返すほどの余裕。二十歳になったばかりの若者とは思えないほどにインタビュー慣れした様子です。同じ名字でも無口でインタビューに不慣れなドラゴンとは大違いですね。この対応にネットでは、二十歳とは思えない大人の対応、久保選手は人生何周目なの、と絶賛の声が多く聞かれた一方で、スポンサー的にまずいって久保くんノーパンかと思ったわ、とあらぬド変態疑惑もかけられていたようです。そんな格好でインタビューに答えられたら、それはそれで大物な気がします。2022年アジア最終予選のサウジアラビア戦、2対0で勝利した日本代表が試合を行った埼玉スタジアム2002のピッチには、リポーターとして元日本代表のイケメン内田篤人、試合の総括のコメントをしようとしているところに、後ろから駆け寄ってきたのは日本代表ゴールキーパーの川島英二。飛行機の待ち時間が生じた海外組は、試合後にピッチでランニングをしている様子で、居残り組は走れよ、内田にちょっかいをかけに来た様子。これに対し内田は、英二さん今これ生でやってるから、とたじたじな様子。川島が去っていった後も、ちゃんと走ってもらいたいですね、とポロリ。現役時代には日本代表で共にプレーした2人ならではのやり取りです。近年は内田の他にも中村健吾やコージー中田、サッカーの上手いお笑いタレント牧野など、今の代表選手たちとも交流のある元選手がリポーターを務めることも多くなっています。選手たちの意外な素顔が見られて、サポーターとしても嬉しいですね。2022年のカタールワールドカップグループステージ第1戦のドイツ戦、ワールドカップ優勝経験もある強豪相手に2対1の逆転勝利という歴史的快挙を収めました。この試合直後のインタビューに現れた日本代表のレジェンド、キングコング長友。大勝利に冷めやらぬ興奮、リポーターが共に代表でプレーした牧野だったこともあって、試合後の率直な感想を聞かれて、この一言、みんなブラボーブラボーブラボー、まさに魂の雄たけび。第3戦のスペイン戦でこれまた劇的勝利を収めた直後には、あれ言っていいですか、ブラボーと、テレビの前のサポーターの期待に応えるナイスブラボー。あまりに声を張りすぎて、隣でインタビューを受けていた田中碧は話すのをやめて長友の方を見て苦笑い。決勝点挙げたのこの人なんですけど、長友は2016年に現在の奥さんである平愛梨との交際を発表した際にも、僕のアモーレですと、イタリア語で愛する人を意味する言葉で話題を席巻。この年の流行語大賞にもノミネートされるほどに話題になりました。日本の快進撃も相まって、同じく超話題になったブラボーですが、ワールドカップの開催が年末ギリギリだったので、
ブラボーは惜しくも流行語大賞にノミネートならず。例年通り夏開催なら大賞も狙えたであろうほどの話題だっただけに残念です。最後に日本代表のインタビューではないですが、ジャガーこと浅野拓磨のインタビューを紹介します。2022年の4月、ドイツブンデスリーガのホッフェンハイム対ボーフムの試合で、ボーフムの浅野が2ゴールの活躍。この試合にはドイツ代表のハンジ・フリックが視察に来ており、ワールドカップでドイツ代表との対戦が決まっている浅野にそのことが質問されました。いまいち質問の内容が理解できていなさそうな浅野とインタビュアーのやり取りがこちら。 Do you know Hans Flick? What is this? ワールドカップで対戦する強豪国の、それも自分が住んでいる国の代表監督を知らないというとんでもない事実にドイツ国内は騒然としたそうです。同じくドイツでプレーする遠藤航と鎌田大地曰く、 What is this? だから人とも認識してない、浅野はハンジ・フリックを知らないのかとざわついた、めちゃくちゃバズってた、クソおもろかったとかなり話題になった様子。その浅野は代表でろくに得点を挙げることがないまま、なぜかワールドカップで代表入りしたかと思いきや、ドイツ戦で相手の息の根を止める勝ち越しスーパーゴールをぶち込んでいます。インタビューのフラグ回収までの流れや浅野の勝負強さも含めてめちゃくちゃ笑えるエピソードで、再び日本でも話題になったのでした。今回は試合後の選手たちの面白いコメントを紹介しました。試合後は激闘を終えてリラックスしてしまうのか、意外なコメントを披露してしまう選手も多いのかもしれませんね。皆さんは日本代表選手の面白コメントといえばどんなものが思い浮かびますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。